おはこんばんにちは。ゆっくり霊夢です。マリサだぜ。今回は東京ゲームショー関連のお話をまとめていこう。いやー、情報多すぎて追い切られへん。我々の立場でそれ言うのもどうかと思うけど。まあ、確かに半端ない量ではあるな。ゲームプレイも忙しい時期になってきたからねー。とりあえずメタファーリファンタジオの体験版はしっかりやりきった。そのあたりも含めてしっかり確認していくとしよう。それじゃあ、ゆっくりしていってね。まずは日本ゲーム大賞から見ていこう。毎年この時期に昨年度までに日本向けにリリースされた作品を対象に優秀な作品を表彰している。ユーザーも一般投票可能なので、私も投票してましたよ。それと選考委員会による審議を経て、受賞作品を選考しているな。そして、今回の対象作品は、ゼルダの伝説ティアーズ・オブ・ザ・キングダム、となった。同時にベストセールス賞も受賞しているな。私もティアキンに投票しましたよ。これはユーザー投票もあって文句なしの対象じゃね。一般投票では、幅広い世代の多くのユーザーから熱狂的な支持があったようだし、あのブレス・オブ・ザ・ワイルドの正統続編という位置取りで、約束された神ゲー扱いは発売前からあったが、正直言うとそのフラグは良い方向に作用しないことが多いけど、ティアキンはそこの不安も払拭したからね。そして、ブレイクスルー賞は8番出口。ゲームジャンルとしては以前からあったようだけど、8番ライクなジャンルを生んだという意味ではすごい。本作はリミナルスペースやザ・バックルームズの影響を受けているとのことだが、地下通路という多くの人が目にしたことのある空間にあるちょっとした不気味さに実況配信効果も加わり、多くの人の認知と支持を得たこととなる。ムーブメント賞はスイカゲーム。まあ、でしょうね。って話よ。ちょっとでもゲームやる人であれば、あのスイカの存在はほぼほぼ認知しているだろうからな。ゲームデザイナーズ大賞は、ユーファインダー。おや？これは知らない作品だったわ。本作は写真や絵画などを具現化して進んでいく一人称視点のパズルアドベンチャーゲームだ。プレイヤーは空に浮かぶ謎の世界を舞台に、絵を具現化させる能力と時間を巻き戻す能力を駆使して様々なパズルを解いていくことになる。PS 版、PC 版があるので、気になる人は要チェックだな。そして、経済産業大臣賞はプレイステーション。いつ受賞しても問題なかっただろうけど、30周年の節目だし、くたらぎ氏も東京ゲームショー参加しとるしな。そのくたらぎ氏の東京ゲームショーでの講演のお話は前回の動画で確認しているのでよろしくだ。他優秀賞と特別賞はこうなっている。まあ、この並びに何の異論もございませんよ。大体の作品はプレイしてお世話になっておりますよ。積極的にプレイしたり、ゲーム情報を追っている人ならほぼ全ての作品のことは知っているだろうが、全部プレイするとか物理的に考えてしんどいからな。この日本ゲーム大賞で改めて両作の存在を知り、やってみようかなってのもありだろう。受賞式のアーカイブ動画のリンクは概要欄に貼っております。さて、それでは新作情報といこう。まずはコナミ。新作モバイル野球タイトル発表ステージなるものが9月26日に開催となったんだが、こちらで eBaseball MLB Pro Spirit が発表となり、今週配信決定している。メジャーリーグ版プロスピエースということね。こっちはメジャスピと訳すようだな。コナミ野球ゲームアンバサダーである大谷翔平選手をはじめ、実在するメジャーリーガーを収録。MLB 全39弾とそのホーム球場、選手たちがリアルなグラフィックスで再現される。その再現もすごいけど、権利関係では結構なお金かかっていると思うな。ゲームシステムはプロスピエースと同じようなものらしいが、メジャーリーグであることもあり日本はもちろんのこと、アメリカなど10カ国でリリース予定。配信開始日当日からグレード3の DH の大谷選手がログインするだけで獲得できるキャンペーンに、最高ランクであるグレード4の大谷選手がゲットできる特別なスカウトも開催予定のようだ。今年の大谷選手の活躍にはコナミは頭上がらないだろうな。元通訳の詐欺事件もあったと考えるとやっぱりすごいわ。そういや今年はそっちでも激動だったな。プロスピエースは日本ではしっかりセールス上げている長寿アプリだし、このメジャスピも多分大谷選手の活躍もあり、初動は良さそうな感じするけど、さっきも言ったけど結構お金使ってそうだからねー。人気アプリになって末永く運営が続くってのが理想ではあるけど、
課金圧のバランスと不具合あった時の対応ミスるとソシャゲは今厳しい時代よ。そんなことはど素人の霊夢に言われるまでもなく、コナミも理解しているだろうけどな。この作品が成功すれば、コナミの本格的メジャーリーグ進出も夢ではない。実況パワフルメジャーリーグの復活ももしかしたら、やな。そこも含めて注目はしたいな。お次はデッドオアライブエクストリームヴィーナスバケーションの新プロジェクトとして、新作恋愛ゲームとして、ヴィーナスバケーションプリズムデッドオアライブエクストリームが発表された。今までもプレイヤーはオーナー目線でコミュニケーションが取れないわけではなかったけど、ティザートレーラー見る感じ、ちゃんとした恋愛できるんだな。ちゃんとした恋愛、ってトゲのある言い方やな。水着渡したり、着替え覗いたり、いろんな角度からの写真撮影を恋愛とは言わねえよ。もうそれぐらいにしてくれ。本作はイマーシブ恋愛アドベンチャーゲームとのことで、主観視点で女の子との対話場面を 3D で描くことにより、最高の没入感をリアルに感じてもらえる恋愛体験をお届けするとのことだ。フルボイスにさらに、特別なデートの瞬間を切り取る撮影もできるようだな。VR との相性良さそうだな。まだ VR 対応は発表されてないが、遅かれ早かれって感じだろうな。発売時期は2025年かしら、プラットフォームは PS5、4、PC は Steam と DMM ゲームスとなっている。PS4 にも対応か。これは注目している紳士様もいるだろうな。PS4 だとグラフィックは結構落ちそうだけど、幅広い紳士、淑女の皆様に注目はされそうだな。今回発表された岬以外の女の子は、10月7日より順次公開となるようだ。はてさてどうなることやらね。どうなることやらってのはレベル5の発表会でもあった。9月24日に自社の情報番組となるレベル5ビジョン2024 to the World's Children が配信となり、多くの新作情報が公開となった。レイトン教授と蒸気の新世界の新 PV 公開とか、稲妻11はリメイクの発表に、妖怪ウォッチの流れを組むホーリーホラーマンションの発表とか、そのラインナップだけを見れば見どころしかないとんでも発表ではあるけど、全部発売日が遠すぎて、不安しかねえよ。以前の動画でも語ったがレベル5の作品はこの発表に限らず延期しまくっている。10月に発売予定だったが延期となっていたファンタジーライフアイは2025年4月の予定となり、2024年発売予定だったデカポリスはクオリティアップを目指し2026年発売へと延期された。デカポリスが任代でお披露目になったのが2023年2月の話だぞ。スイッチで発売できるかどうかも怪しくなってないか。レイトン教授と蒸気の新世界は2025年発売予定。稲妻11英雄たちのビクトリーロードが2025年6月。初代イナイレのリメイクとなる稲妻 11RE が2026年予定。ホーリーホラーマンションはまだ対応機種からして秘密となっている。ホーリーホラーマンションはレベル5史上最大級となるクロスメディアプロジェクトでもあり、2025年春にクロスメディア発表会を予定されている。妖怪ウォッチが一大ブームだった時ならともかく、今、新作ゲームが出る前にそんな展開して大丈夫なのかってのが第一感想だった。新作の開発が非常に遅れていることもあり、その不安は霊夢だけに限った話じゃないだろう。とはいえ、レイトン教授、稲妻11、妖怪ウォッチで一時代を築いた。ファン層の厚さはあり、まだまだ先のお話とはいえ興奮しているファンも多い。東京ゲームショーでのレイトン教授と蒸気の新世界の試遊は長蛇の列だったようだな。おそらくその厚さを持ったファンの多数は30代中心。クオリティも当然大事だけど、早く世に出していかないと本当に忘れられるぞ。まあ、心配も多いけどレベル5の今後の動向も注目しておこう。そして、アトラス関連だと、ペルソナ5ザ・ファントム X が日本でも配信決定しており、事前登録受付を開始している。基本プレイ無料のペルソナ作品で、すでに中国や韓国ではリリースされているのよね。ペルソナ5の世界観をベースに、主人公、ワンダーを中心にした新たな怪盗団のオリジナルストーリーが描かれる。東京ゲームショーで試遊出展もあったし、クローズドベータテストも予定されており、すでに事前登録数でのキャンペーンも始まっているので年内配信も普通に考えられる。私もこれは Steam でプレイしようと思っております。そして、アトラス作品だともう一つ。メタファーリファンタジオの体験版ね。
9月25日より物語の導入部が丸ごと遊べる無料体験版が配信となったな。セーブデータも引き継げる仕様となっているな。アトラスよ、完全新作は基本このパターンで毎回頼む。そのタイトル通り、序盤の導入部をがっつりプレイできるな。本作はペルソナ3以降におなじみのカレンダーシステムを採用していて、自身でスケジュール消化できるところまで進めてから3日間もしくは定められたストーリー部分まで遊べます。だいたいムービーも全部見て5時間ぐらいのボリュームだな。私はこういう時、もったいないお化けがつくので、きっちり3日間消化してストーリー部分もギリまで進めました。霊夢っぽいプレイやな。で、その5時間ほどのプレイ感想はどうだったんだ？やっぱり異世界ファンタジーペルソナね。どんだけアニメのカットシーン入るんだよ。っていうのはいい意味でも悪い意味でもある。私は今後の物語がどうなっていくのか気になるから評価を落とす要素ではないけど、この壮大な世界観を描くアニメに惹かれないならマジでおすすめできない。導入部だからこそ、アニメシーンが多かったんだろうが、今後も要所要所では結構なボリュームでありそうだしな。戦闘はメガテンと同じプレスターンバトル。弱点をつけばつくほど、行動ターンが増えて、回避や属性攻撃を防がれるとその逆となるシステムだな。敵も同じルールとなるわね。レベル差の大きい雑魚はフィールド画面で攻撃すれば倒せるけど、普通の敵はフィールドで攻撃してコマンドバトルに突入させれば有利となる。最初は新鮮だったけど、体験版終盤でもちょい作用感あったわ。攻略する上で雑魚敵でも先制攻撃が非常に有効なんだけど、逆に失敗して敵に先制されたら、メガテン、ペルソナ同様に壊滅的なダメージ受けるのよ。離れたところからでも安全にコマンドバトルに突入できるし、今後この要素が進化するかもだけど、ここはちょい微妙。今作でのスキルや特性はアーキタイプと呼ばれるジョブシステムとなるな。付け替えながら攻略に、物語が進むとともに仲間たちとの縁が深まり、アーキタイプの種類やスキル強化があるようね。このあたりはペルソナ3以降のペルソナシリーズやっている人ならすんなりシステム理解できるだろうし、スキルツリーの秋を見るにこっちも半端ないボリュームで、主人公だけじゃなくて仲間のアーキタイプも付け替えれるので、ペルソナシリーズ以上の戦略性はあると思う。本作のプレイ時間もペルソナ5並みとのことで、クリア後のやり込み要素もあるようだな。体験版でも感じるのは、めっちゃコストかけて作られているのは分かって、アトラスの社運をかけているレベルの作品だと思う。故にアトラス作品では多くのユーザーが懸念している完全版商法に対する言及はしませんか？追加コンテンツがあったとしても、ちゃんと DLC での提供しますよ、っていうだけで初動は伸びると思う。私はちょい気になるところもあると。はえ、このメタファーリファンタジオの世界観とシステムはカスカスになるまで味わいたいと思っている。だからこその提言ですよ。まあ、体験版からわかる作り込みとボリューム考えても確かにアトラスの超大作であり、できるだけ盛り上がってほしいところだけどな。この世界観自体には好みはあるだろうけど、ペルソナシリーズファンは体験版はマストでプレイしてほしいわね。発売までの盛り上がりも注目しておきたいな。さて、正直言って東京ゲームショウの情報まだまだあるので、週明け以降も他情報とともに確認していこう。ゼルダの伝説地への借り物のお話も週明け以降してまいります。このチャンネルでは有意義なゲームライフのための情報提供をしてまいりますので、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。つい、日曜日に定期更新しているので、今後ともよろしくなんだぜ。